久しぶりにプロチャレをするか。いやー、パロデュースクリアしてーな。私の実力だとあんなもんが限界ですね。いやー、記録はでも更新できましたね。とりあえずバカ殿のアンチが、あれいけるんだな。全然そういう頭がなかったわ。頑張って避けないよって思ってたわ。お、マジか。開幕かよ。いや、面白くないやつ。あれでも一瞬で破壊してくるから。よし、そう。早めに撃たないとダメなんですよ。あー、やべえ。パロデュースで神経使った後に、こういうゲーム、あまり優しくないな。神経使いますね、やっぱああいうゲームやると。おもろいけど、あれ1個足んね。ウィーウィー、ノートンが出てきてる。うぜ、ノートンマジうぜ。ちょいとストップ。あれ？ん？あ、トシロからメール来てる。お、トシヤン明日来たいってさ。ごめん、ちょっとトシロに。おい、トシロ、いいよ。全然いいよ。配信にコメント打つです。まあいいよ別に。全然 OK。 むしろトジロが来てくれるのが一番の貢献だからな。できればでいいって言ってたからね。トジロ、ゲーミングお嬢様貼っとかないとな。私たちいいお嬢様が叩いていいのはボタンとクソキャラと投げキャラだけですわ。よっしゃ、明日トシーロさん来るんで。トシーロさん来ます、明日。やったね、トシーロと遊べるよ久しぶりに。もしかしたらトシーロの試練もあるかもしれない。これがこの世で一番好きなコンテンツ、トシーロの風来の試練。あ、ダメだった、下手くそだ。この世で一番面白い風来の試練。これ猫に負ける。これ面白いんだよね。最近は聖剣やる機会になってたもんな。トシーロはね、やっぱね、あのね、核弾頭だからね、あれですよ、モンスターハウスに突っ込んでいくっていうね、かっこよすぎる。最初の俺もあんな感じだったかんね。トシーロさんの試練、わかんないですけどね、多分まあ、トシーロ自体ね、あのね、四天王とやりたいんだよね、四聖獣か。あいつ自体もうクリアしたいと思うんだよね。アバタールチューナー。アバタールチューナー名作なので、ぜひぜひ、いろんな人にやってもらいたいわ、あれは。ただ今ね、プレステ2をね、やっぱね、なかなか手に入れるのが厳しいんで。ヤントシ明日来るな。そろそろ一区ぐらい。ごめんなさい。OK。
よっしゃ。動画とか明日撮りたいな。まだね、おっさんの乙女ゲーはね、あのパート1しか撮ってないんで、もうちょっと、あれ面白かったからな、もやりたいんだよな。こうだな。頭いい。そうだね。俺はね、めっちゃ嬉しいのがね、俺の好きなゲームを好きになってくれて嬉しいね、やっぱね。結構やっぱね、好きな人は好きだけどっていう。そうなんですよね。麻雀を打つ星野源、やばい、これちょっと麻雀を打つ星野源やべえめちゃくちゃ面白い。後でちゃんと見よう。これすごいよな。たまにおっぱいを見せてくる星野源超好きなんだけど、もう不覚にもなんかあれだよな、もう星野源を性的な目でしか見れなくなっちゃった。あれ面白かったですね。うん、結構やってほしいな。初めて、ほぼ初めてですね、乙女ゲーは。うん。ほろひり。お茶。やべえな、今日ちょっと疲れちゃうな。一休み、一休み。よっしゃ、行こう。面白いよな、あのシリーズ。なんかさ、他の芸能人とかでもさ、俺そうなんだ、この間すっげえデブの人にあれやってほしいってつぶやいたら、そう、あのデブの人がさ、あの星野源のやつやっててさ、めっちゃ面白かったこれあれデブの人やってくんねえかなと思って、鼻すげえつねってた。いや、あのシリーズすごいよな。天才のそれだよ、マジで。あのね、やっぱパイオニアがすごいよね。一番最初にやったやつが偉大すぎる。本当に。こうでしょう。違った。へったくそやな。いいよね、センスがいいよな、合わせ方がうまいね。あとね、へへへ、ファッサ。あ、ちょっと待って、年のライン貸してた。ソーリーソーリーってさ、よく言ってたんだけど、あの前の彼女に軽いなって言われた軽いなーって言われた。懐かしい話を。何年前なんだろうな、あれな。口癖なんだよね。これをこうして、こうして、ウェヒー、ほら行くがいい。選手としては二流だな。ダメダメ。あ、すっげえ。ライホーくんの、え、なにこれ、マグカップ。え、ライホーくんのマグカップなんかあんの。うわ、エースのマグ、それ俺も欲しい。今日ね、あのね、母の日のプレゼントがね、届いたんで、あげました。隅っこ暮らしのぬいぐるみあげといた。白クマあげといた。
行くがいい。選手としては二流だな。すみっこぐしあんま死んないんですけど、かわいいね、あれね。これがいいなと思って。てってー、てるてー。しょいー。ふぅ。どうしよう、これ。これ、ちょっと待って。これ待って。待って。ちょっと待って。待ってよ。けい。いい子だ。バカが本当に間違った、こいつ。1896。もうちょいで1900いきますよ、チャンネル登録者数。あ、神曲。俺これ好きなんだよね、この曲ね。2000いったら脱ぐ。脱がない。2000いったらなんかやりたいなぁ。千葉の方言のゲームやりてぇな、そういえば。別に2000行かなくてもいいか。明日、トジーロ来んだ。トジーロ来んなら明日さ、トジーロとさ、千葉の方言、防臭弁のなんか、テストやろうぜ。俺たちが真の田舎者なのか、ちょっと白黒はっきり。そう、田舎者検定をしようぜ、明日。明日やろっか、じゃあ。それいいな。真の田舎者。カッペだぜ、カッペ。脱ぐ、脱がないよ。おっさんの汚い腹が映るだけで。明日、明後日休みだから、そうだね。一応あれでもどうなんだろうな、あれ18禁じゃなければあれ配信してもいいんだけど、18禁ではないと思うんだよな。真ん中のお兄ちゃん好きだわ。真ん中のお兄ちゃん可愛かった、すごい。この年になってまさか BL ゲーをやるとは俺自身思ってなかった。しょうがないよな、やりたくなっちゃったかな。あー、やべ、これ終わった。ういー、三重県が、わかんねえっす。田舎なの、三重県って。全然わかんねえよ、俺三重のこと全然わかんねえっす。千葉から全然出たことないんでわかんないっすね。なんかいいんじゃないですか、そのなんか自分の思ったようなあれで。三重ってちなみにどの辺なんですか、俺。それすらわかんねえ。四国とかそっちの方
県内そうっすね。千葉県も俺がいるとこはすごい田舎。成田がね近いんですけどね、別にそれだけだからね、空港近いだけっすね俺んとこ。うん、マジそれだけ。田舎自慢、田舎自慢、田舎自慢コンテストする。どこの田舎が、あの、真の田舎かって。伊勢市。伊勢市なんだ。伊勢市もごめんなさい。全然わかんねえ。俺、地理も全然ダメなんだよ。伊勢市ってどこ？どの辺っすか？三重って下の方？あの、ディスってるとかじゃなくて、単純に俺の頭が悪いっていうか。ことす、うん、全然わかんねえや、うん、全然本当に俺チリダメなんですよね。ピッチの隣、あーなるほど、そっちの方なんだ。やっぱね、行かないとこはわかんねえ。俺北海道と大阪と沖縄と千葉ぐらいしかわかんない。福岡。俺日本地図書けないかな多分。興味ねえし、行かねえところの地理覚えてどうすんのって思っちゃうんだよ。どうせ行かねえし。あ、ふざけんなよこいつ。富山、富山って言うけど、俺富山がどこにあるのかもよくわかんないしな。岡山がどこにあるかもよくわかんないしな。岡山ってどこにあんの？なんもわかんない。ティンティ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 ンティティン。ふいー、もう日本地図描けたら天才だと思ってるわマジで。うん、日本地図描けるって超すごい。あ、やべ、やっちゃった。伊勢市、伊勢市が全くわからない。伊勢市って何？伊勢海老あんの？伊勢海老あんなら田舎じゃないんじゃないの？伊勢海老なんか高えし。もう俺エビあんま好きじゃないけど。海とか近いのかな？うん。おかげ横丁。へえ。知ってんすね。観光地、観光スポットが充実してそう。俺って何知ってんだろうな。よく考えると俺何も知らないのかもしれない。よう今まで生きてこられたなってぐらい。なんか配信でやりたいゲームあったんだよな。あ、あれだ。あの、パチパラやりたいな。パチパラやりますか。
スパラだいぶ配信映えすると思うんだよ。ただね、パチンコパートがちょっとね、長いんで、あれですね、なかなか苦痛になる可能性もありますけど、見てる側の人。うぜえな、こいつマジで。あれ、俺どこ待ってたんだっけ。ああ、これだ、これ。あ、ええー。あげんなマジ。ふぃ。外宮、内宮、夫婦岩。へぇ、そうなんすか。勝負かの観光あればいいじゃないですか。うん。行きます。ふぅ。うわ、くそい。トゥトゥウェーイ。ほら、くたばれこの野郎。くたばりやがる。ケロドドン。なかなか順位上がんねえな。順位上がんねえぞ。ポイントが全然入ってない気がする目標は一応4万8000なんだけど、今日の。いやはり、なかなか渋いですね。え、下空、内空って読むんだ。へぇー。へぇー。そうやって読むんだ。あれ間違えちゃった。立派な神社なんですね。プチー、結構やってんだけど全然伸びねえな今日な。俺ドンキやってる、ちなみに今日ドンキやってる俺。5時間半やってんだ。5時間半やっても4000とかいかないんだな。マジか。ちょっと待って、5時間半で俺いくつ ?6500。4400ぐらい。違うな。4350。ん ?43500 ぐらいか。あ、でも3000ぐらい伸びてんのか。そう、昨日はね、3500ぐらいでやめて、3000か。3500を5時間。3500。ちょ、割り算。3500、7かな。
専門割る5時間7か700か1時間で1時間で700か1時間で700で4000を目指すってことはどういう計算になるんだ。1時間700、4000、6、7、42行く？そんなに。やべ、封じられた。せいマジでお前のランキングよかったな、前のランキングよかったのにな。戻してくんねえかな。死んじゃうんだけど今月で。ああ、もう本当に本当に長らくのご愛読ありがとうございました。なりそうですね、まあ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 なりそうですね。はあ、なんだこのハゲマジで。くっそマジ舐めとんこいつ。はあ、ずれてんじゃねえかよ。あ、結果割れだった、結果割れだったけど、あれ相打ち、相打ちじゃね。あ、いったいった、よしよし、マジでやるじゃねえかよ。うおー、ボタンこなーす。あ、また下がった。219位まで下がった。マジかよ。やべえな、相当気合い入れてやんないとな。やってんのに下がってくってのがやばいな、マジで。ほい、ほいほい。ふぅ。金魚、きめえ。貴様は所詮、カエルの劣化版だ。パキスタ。へい。これを置いてこうよ。ポンニャ神ゲー。
トゥー。ああ、ありがとう、あんな。よし、15か。こいつ倒したら半分ぐらい。32。マスクと竹の内入れて33だった気がするんだよな。ふぅ。トシアンが明日ね、来てくれるのはね、俺としても嬉しいですね、やっぱね。あいつも、あれだね、聖剣をする機会になってたからね、他のゲームやりたいだろ、そろそろ。聖剣、エロゲっつってたね。うん。勝ちました。ういー。うい、あ、やべ、調子に乗ってたら死ぬ。ぬぎゃー。春坊、バツが言ってたんだけど、動物の森のさ、なんか、アイテムにさ、麻雀があるって言ってた、バツが。ジャンタクあんのかな。あ、やべ、しまった、バカ。早いよな、さすがに。やるにはちょっと早すぎるよな。カムロ中にでかい花火がドカンと上がるんですわ。キル、道島のキルハンでっか。レジェンド。春坊はポンニャがやりたいのか。多分なんとなく言っただけなんだ。今日はジョイナスにレクチャーしてました、麻雀を。こうやるんだよ、ジョイナスって。ですよねー。頑張ってください。あ、220。お、やってんのに下がってくぞ。どういうことだ。まあ今まだ焦る、慌てるような時間ではないが。そう、焦るような先を考えると。遅い。大変やな、春坊も。はよう、あれだな、なんか、休みが来るといいの。あ、いや、いいのか、むしろ。週末配信パーティー、そうだね。とりあえず、今日はあんまり、あ、今日でもまああれか、夜中までできっかんな。明日、トシイロ来っから、明日多分一日中やってる。明日一日中やってますね。頑張りたいっすね。夜中？夜中までやりますね、今日は。何やろっかな、何も考えてなかったけど。そう、ちょっと配信して、ちょっとポイントに余裕作りたいなって感じっすな。はあ、きっつ、ほんと。前のランキングは良かったな。やったらなんかやっただけ上がってったから。なんかポンポンなんかルール変えるよな。マジ頭おかしい。簡単にルール変えるよな、本当に。
へい。多分伸び率が悪いんだろうな。他の人はなんかもっとちゃんと伸びてってんだろうな。お寿司食べたい。お寿司食べたいって書いてある。辛抱お寿司食べたいのか。いかサムライモール。ふぅ、ちょっと休憩。いや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 、なかなか疲労が。いや、しかし今日はやらないとな。辛抱、あれ、リツイートありがとうございますなぜお寿司食べたいなん願望か。あれ、しまった、ずれたな。はい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 。うわあ、しまった、危ねえ。ギャラが、うぃー、よし、サムライモールに勝てたぜ。降参いた。ユニコイン文字化の高画発映度、あーいいんじゃないですか、別に。うん、特に別に変とは思いませんけど、うん。あー、そっか、こいつからあれか、 BGM 変わるか。あれはなかなかね、いいゲームでしたね。なんかハードなゲームでしたね。うわぁ、うん、ブクブク。おー、来た、すげダメ、もう疲れる、集中力が切れる、これダメだ。